午前8時過ぎ、四万十市の山あいにある川登地区です。道路標識が読めないほど大雪が降っていました。民家の屋根や郵便ポストの上には大量の雪が。児童の減少により、今年3月に閉校する川登小学校です。3学期の初日は教職員の雪かきから始まりました。川登小学校の校門の上に積もっている雪を測ってみると、なんと30センチあります。みんな来る頃にはまた積もっちゃうじゃないですか。大変だこれ。しかし、大雪の影響でスクールバスが運休し、子どもたちは保護者の車で登校することに。おはようございます。明けましておめでとうございます。全校児童5人のうち2人が大雪で登校できませんでした。このため始業式は急遽12日に延期となりました。みんなにね、とって今年一年いい年になるようにしていきましょうね。頑張るぞ。はい、以上です。まあ、悔いがないように、まあ、みんなで楽しい思い出をたくさん作って、最後の小学校生活を、まあ、楽しみたいと思います。いいよ、みんな先生の足をたどっていけ。朝の会が終わると、子どもたちは雪まみれになりながら閉校前の冬の思い出を作っていました。